手強い奴だと。奇襲、いけそうだよ。正体を見せろ。いい技だ。弱すぎて相手にならないね。少し休んでいくか。何かご用ですか？私に何か用でも。見るあなたの奇跡です。このペルソナはあなたの力です。相応の代価ではお持ちなさい。相応の代価あなたの力です。構成のさあ探りましょう。これで良いのか。引き継ぐ技能を選びなさい。新たな力を授かることはないだろう。これはこれは。これで良いのか。引き継ぐ技能を選びなさい。新たな力を授かることはないだろう。これはこれは。可もなく不可もなく引き継ぐ技能を選びなさい。いくらかは力を授かって生まれるだろうな。生まれ変わるといい。これで良いのか。引き継ぐ技能を選びなさい。新たな力を授かることはないだろう。生まれ変わるといい。可もなく不可もなくといったところ。引き継ぐ技能を選びなさい。新たな力を授かることはないだろう。これはこれは。集めるのです。
可もなく不可もなくといったところですか。引き継ぐ技能を選びなさい。新たな力を授かることはないだろう。二人とも始めるのだ。やめるの。ジュスティーナ、あなたの奇跡です。このペルソナを引き出すあなたの力です。囚人、さあ、けたどるべき道は。今のあなたに必要なものの引き継ぐ技能を選びなさい。新たな力を授かることはないだろう。二人とも始めるのだ。やめると終わりですか。なんだ。なんだ。ふん。確かに。やればできるではないか。ええ、うるさい。おい囚人。
ええ、では。それでは。では。おい、どうやら どういうことですか？うるさい。
では。それでは。よし、とりあえずここまで来たな。では行こうか。暴いてやる。勘弁してくれよ。先制攻撃チャンスだ。行け。グラノン奪え。ヤオ、敵ダウン。ジョーカーすごいじゃないか。嘘くせえよ。どう？仕方ねえわ。いやほほ。今が引き際だ。よし。シャドウがいるな。暴いてやる。勘弁してくれよ。先制攻撃チャンスだ。行け。やめてよ。死にたくないの。敵を撃破。驚き仮面。さすがパンダ。このまま行こう。ご苦労様。さて、大したことないな。正体を見せろ。危ない奴がいるぞ。もう一人の俺だ。誰かとどめよ。ガチだかね。踊れカルメンパンダ。本当にそう。ガチなに。あっちにいた。はやいな。やばくない？勝てんの？敵は残り2体。いるぞ。恐怖で怯えてる。お願いだから逃げないで。逃げようよ。ハンサー待って。嘘だよね。我は汝、汝は我。相変わらずすげえ力だな、ジョーカする。
し、決まりだな。興味深い。よーし。始まり頼んだぞ。
どうぞ。うっす。やあ。どうかな。ごめんね。
え？これで奴に引導が渡せるんだな。マダラメは人が変わったようになる。元に戻す方法はない。お前はそれでいいんだな。奴は芸術だけでなく多くの才能を食い物にした。生産なしには未来など考えられない。心配するな。冷静に考えて決めたことだ。お前たちの力を貸してほしい。無理を言ってすまないな。ううん、ただユウスケが望んでないのにやっちゃいけないって思ってただけ。そこまで覚悟決めてんなら言うことないよ。確か次は予告状を出すんだったな。ただカッコつけたいわけじゃないぜ。これも認知の変化を起こす手段だ。認知の変化。そういえば苦労があったらしいな。中庭のセキュリティをこじ開けた話か。パレスは認知の世界だから本人の認知が変われば地形も変わったりするだっけ。さすがはアンドの。その通りだぜ。あれは今後も使える手だ。というか一つ根本的な質問をいいか。認知と普通に言ってるが、そもそも人の認知が具現化した異世界なんてものがどうしてあるんだ。まさかずっと前からあって俺たちが気づかずに暮らしていたのか。そこは正直我が輩もわからん。少なくとも鴨志田の事件より前からあったのは間違いないが、情報はそのくらいだ。そうか。やべえ、俺そんなん全然考えたことなかったわ。ノーガードだったわ。お前考えたことあった？別に不安がる必要はない。お前らだって町の全部を知って暮らしてるわけじゃないだろ。歩き方や利用の仕方だけ分かってりゃいいんだ。許しちゃおけんな。ついに本番だね。覚悟はいい？決まりだな。予告状を用意しようぜ。予告状か。本気にするだろうか。何しろ有名な人だからな。これまでも誹謗中傷の手紙はよく届いていた。書かれた罪状がマジかどうかは野郎が一番わかんだろ。
というか、またリュウジが出すのか。前回微妙だったぜ。ならユウスケやってよ。すっごいアートにして、アートに。いや、バレるのがオチだ。俺の絵も文字もあの人はよく知ってる。じゃあ俺が考えたやつをかっこよくしてくれよ。予告状のデザインか、面白いかもな。怪盗団にとっても本物の証明になる。決まりだな。よし、あとはお宝をいただくだけだ。お前ら準備を怠んじゃねえぞ。ああ、帰ったか。戸締まり頼んだぞ。また会ったわね。最近はおとなしくしてるみたいだけど、どういう心境の変化かしら。そう、私の勘違いだったかしら。そんなことより早く犯人に名乗り出てほしいものね。警察の真似事なんてバカバカしい。付き合わされる身になってほしいわ。お耳に入れたいことが。ちょっと外させていただきますよ。なんだね。こんなものが表に。手紙？それがその才能が枯渇した巨職の滞在人、斑目一流斎殿、権威を飾り門下生から着想を盗み盗作すら厭わぬ芸術家。我々は全ての罪をお前の口から告白させることにした。その歪んだ欲望を頂戴する。心の怪盗団より。誰の仕業だ。わかりません。同じものが至る所に貼られてまして。防犯カメラは。犯人らしき影はどこにも。猫が一匹映っていただけで。とっとと剥がしてこい。
はい。なんだ。古典への影響といいますか、いたずらとは思いますが、マスコミなどには大阪が事実だとでも。滅相もございません。あのガキどものいたずらか。まあどうということはない。どうせ奴らもこの個展が終わるまでだ。これでいいんだな。うん、上出来。文章もかっこよくなってたし。これで今頃お宝が出現しているはずだな。せいぜいシャバの空気を味わっとけよ、じいさん。てか、ネット見たか？あの予告状、もう話題になってんぜ。どいつもこいつも待ってろよ。あっと驚かしてやる。わかってるよな。結構は一発勝負だぜ。こっちだって頼りにしてるから。ユウスケも迷いはないな。当然だ、やってやるさ。さてと。